プレイってことでですね、今日はガランゲーカップ開催することを決定したんですけど、今日はですね、出場選手の一人である今日は岩井健心に密着していこうということで、お願いします。お願いします。お願いします。はい、はい、今回健心の対戦相手なんですけど、チャンネル登録200万人超えの有名インフルエンサープロタンとの試合ということで、この動画アップする前にもうプロタンの動画上がってると思うんですけど、まず健心選手から意気込みを聞いていきたいと思います。お願いします。はい、まず今回の練習、僕は全てを置きに来ました。はい、なぜかっていうと、まずプロタンさんからまあ参加してやるよと、またって言われて、すごいムカついて前回の動画も言ったんですけど、逆に自分がプロタンさんを泣かせるっていうぐらいの勢いで取り組んできてるし、今日も取り組んでいくんで、はい、プロタンさんの泣く顔を見たいです。僕はなんてさ、プロタンさんの泣く顔を見たいです。あ、泣く顔ですね。はい、はい、お腹って聞こえた。いや、お腹は、はい、見なくて大丈夫です。顔は見たいですね。なるほどね、はい、泣くところを見たいと、はい、で、今回健心のその試合の方法なんですけど、3セットマッチの10ポイント選手になります。なので、今回3セットマッチとかではないんですけど、10ポイントの中で競っていくということで、すごく本当1ポイント1ポイントが重要になってくると思います。はい、で、今回健心を今日はそのプロタン戦に向けて特訓していくんですけど、僕がその健心のテニス、この前草戸の試合出てたじゃないですか。うん、試合見た感想としては、まずそのミスはしないです。全然球入れることできるじゃん。そうだね、球入れること。だからさ、どこがダメかっていうと、ダンスボールでミスるんですよ。あ、だからその難しいボールに対してはめちゃくちゃうまいよ。はい、普通にこう ラリーはできてるんだよ、俺とも。難しいボール自分返してたわ。難しいボールっていうか、普通にバン、普通のボールはこう普通に返すんだよ。あ、普通のボールは返せる。普通に返す。で、健心がこうやって普通にいいショットしました。はい、で、プロタンが簡単なボールやります。その時に健心がこうやってやってこうミスる。あ、はい、それが多いわけ。そうだね。だから、やっぱね、ゆっくりなボールの報道難しいよ。うん、ってことで、今日はですね、鬼の球出し練習、こちら用意しました。はい、ナイスです。はい、なので、今日は本当にチャンスボールをマジで今日は完成させていくということで。ちなみに週何回ぐらい練習してるんですか、毎日？週3、4回ですね、今。あ、週3、4回ですか。はい、増やしていきましょう、どんどん。はい、これ本当、今回負けれない戦いということで。はい、じゃあ、やっていきましょう。お願いします。これなのよ、はい、これを絶対10ポイントでやっちゃいけないの。そうそう、内緒内緒内緒。まずクロス、全部クロス。よいしょ、ナイスショー。めっちゃいい、めっちゃいい。めっちゃいいじゃん、めっちゃいいじゃん、めっちゃいいじゃん。ナイス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 。ああ、高いところは下手くそなんだ。そう、だから高いところでなんでミスするかって言ったら、フラットで打とうとしてる。はい、そう、こうやって全然高いところも同じで、その低いところと同じ、まったくスピン、このここはスピンかかってるから、その力いらないから、こうこんな感じで。なるほど。プロタンのポジション見て、うん、絶対動くから、どっちかに、はい、で、いない方にスピン。はい、オッケー、オッケー。それの練習で、まず俺がプロタンが左にいる、右にいるっていうから、俺は左って言ったら、左って言ったら右にやって。はい、左。ナイス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 。あ、左、右、左。あ、怖い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 。左。左。オッケー。で、この時に、ストレート打つ時に、体がクロスの方向に。はいはい。手が真ん中に行っちゃうから、肩でこう、分かる、隠してさ。でもなんかさ、それはいいんじゃない？なんか分かんないよね。そう、分かんないのが肩入れないといけない。ああ、そう、だからこう肩入れとけば、どっちでも打てるって体勢作れるから。これだったらもうクロスにしか打てないから。ああ、で、石ごっち言ってるじゃん、隠して隠して、はい、最後にストレート。はいはい、だからしっかり肩入れるよ。 OK です。ナイス、ちょうどいい、ちょうどいい。クロス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 。ナイスナイスナイス。さっきのさっきのスタンスでストレート、ラストストレート、ラストストレート。めっちゃ良くなってきた。すごく良くなってきました。じゃあこれからちょっとラケット出しいきます。このラケット出しはちょっと全然違うから、けど、ああ、タイミングつかみにくいから、
とりあえずここ練習で、その俺が今そこから投げてるから後ろ前後ろ前のこのさ動きがめちゃくちゃいいのよ。ただ実際試合になった時に 近くなりすぎるってことがある。そうなんですよね。そうだから常にこうやって足動かしておいて、しっかり後ろから前にこう入れる。はい、ここに来たら後ろから前に入れるよ。結構プロタンコントロールいいからサイ振ってくるじゃん。特にバックハンド側いいですか。バックハンド側ね、はい、オッケー。バックハンド側から、クロスに打つでしょ。はい、オッケー。よしとりあえずその力入んねえよ。振り回された時に力入るとこうやってなって、なんかこうやって、はいはい、なんかこう力をこう抜いて抜いて、さっきのボールのこういう巡回で、はい、いいスピン。ちょっとこれ2点セットいこう、はい、ここで深く打ちました、深く打ちました、プロタンが甘く打ちました、前に入ってストレート、はい、いいボール来た、ナイスからの、あ、近い、自分で分かってるのはいいこと、はい、これ修正していいから、はい、はい、ナイス、そこよ、そこよ、そこよ、シャドウパンからのドン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 、ミス増えてる、ミス増えてる、ミス増えてる、集中集中、これさ難しいの、今なんでミス増えてるかって言ったら休んだから。だからテニスってさ連続で連続で連続でやってると簡単なのよ、感覚ついてくるから。それ難しいのが試合って、一回タオル拭く時間とかあるじゃん、そこでさ一回さ頭がこう冷静になるわけよ。そこでもう一回同じプレーできるかっていうのが大事なんだよ。分かるし、なんかずっとやってるとさ感覚ついてきてなんか打てるじゃん。ただこうちょっと休むとさ一回リセットされるじゃん。そのリセットされた状態でうまくできるか。いける。バッシャドウ、はい、からのナイス、ナイス、オッケー。ラスト、ラスト、これマッチポイント、ガチプルマッチポイント、本当に相手の仕事、ごめんマッチポイントじゃない、8-8、一番緊張するところだ、これ。シャドウバンからの振り回された、アウト、8-9、シャドウバン、タッタッタッタ、ナイス、9-9、9対9、2ポイント差がつくまで、シャドウワーキットもね、はい、シャドウからの、はい、タッ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 タ、はっ、近い近い、今90だから今リセット、今落ち着いて、ここやばい、負けたら本当にこれも終わりよ、これ流されることになるよ、本当に集中、これ本当全集中、シャドウ
大丈夫。11、11。あっ、ほわっ、はい、はい、引っ張る、引っ張る、ちょっと、あ、まだまだまだ、オッケー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 、いいよ、その集中だけよ。ただやっぱサイズになると、あれだったらさ、絶対今の帰ってくるから、バーンって、あ、そしたらこれ絶対ちゃうよ。はい、シャドウ、おオッケー、オッケー。ここでマッチポイントです。リスクを背負うか、ここは相手のミスを誘うか、でもそれによって変えていく。はい、自分のあれ勘違い。ちょっとハーブを、アウト。はい、12、12。やばい、これ本当にこれ負けたら本当に負けたい。ガチだよ、本当に本番だから。本来であれば負けたのに。負けない。おい、まだ12、13だ。これ練習だからいいとかじゃない。はい、もう本番だから。シャドウ、こちら長い試合です。いきます。いい、あ、うわー、何回やんだよこれ。ちょっとあ、オッケー、待ってからよ、帰ってくるから。まあいいけど。よし、ジュース、よし、いい、はい、シャドウ、あ、いやー、これ高いボールが難しいですね。緩急だから、やっぱりいきなりこういうボール来ると焦るよ。はいはい、それの練習でもあるから、でわざと今変えてる。ああいうのってさ、こうスピンかければいい。スピン、スピン、今のスピン絶対スピンかけようとしてるんじゃない。絶対スピンでいい。例えば高いボールが来たとしても、ここで、まだこのレベルはまだちょっと早い。これこう普段、まあ、こうやってやってもいいんだけど、ここだったらとりあえず深く深く返す。チャイム、チャイム。今相手の待ち込みだ。うん、してるよ。してる、ちゃんと言っとこう。これガチに持ったら俺よ。はい、じゃあ行きます。待ちポイント、シャドウ、でも OK です。またサイド。またサイド。はい。あれだと、今多分負けてるよ、ぶっちゃけ。はい。相手もう来てるよね。はい。じゃあ行くよ。ジュース。はい。シャドウ。うわっ。これよ。緩急。はい。あ、しましょう。でも惜しい。でもマジ惜しい。今よかった、よかった。シャドウ。オッケー。マッチポイントの時の集中力が半端じゃない。あ、オッケーオッケー、来た、自分のマッチポイント。はい、じゃあもう今わざと逆してる。だって今時間経つから、ちょっと試合に想定しないと。今絶対プロがタオル拭いてる、タオル拭いてる。緊張する、この時間が一番緊張するんだよ。ここでどうマインドセットできるか、はい、15秒の間、はい、マインドセットして、シャドウ、いや、レオニー終了としました。これよ、これがめっちゃあるよ、やっぱ聞く練習、この感覚、はい、常にめちゃくちゃにバコバコ打ってたもんさ。
やっぱ昔の俺みたいになるから。これやっぱ考えながら。はい、ラストはサーブ。はい。で、やっぱ練習してるのはさ、ファーストサーブでしょ。いや、もうとりあえず、まあ、70% 入る感じで、あともう 30% 入るようなサーブしたらいいんじゃない。多分ケンシンファーストサーブ絶対武器になるからそこ練習した方がいい。で、多分今からサーブ入れろって言ったらできるのよ、うん、ちょっと見て一回もう入れろって言われたらさ入れれるじゃん。本当に入れるだけみたいな。もう本当に入れるだけ多分できるのよ。まあまあ悪くない。そう入れれるのよ。わかるけどそのファーストサーブの確率が悪いからファーストサーブ絶対練習した方がいい。このファーストサーブが入ったら絶対緊張してるから入ってる、うん、ミスヒットしてくれるから、はい、プロネーションだよね、うん、こうだよね。そうそう。でも別にこれはまだ早いか。いや早くない。これもやんないといけないんだけどまずこれやった方がいいよ。このあー懐かしい。このそれじゃプロネーションのあれだからさこれをもっと自分の下にそしたら本当にプロネーション使えてるって思うから。こっちいやでも今の違う。あ違うの。今のサイドスピンかかっちゃってるからこっち行ってんの。もうこうこうこうもう真下。そんな違うんだ。そっちの方がいい。それプロネーション使えてる証拠だ。今のトスがずれてるからさ。そう今の悪くない。音は悪くないけどもっとプロネーション使う。そしたらもっと自分の真下に行くこうやって。近い。なんか金こうなって、こっちに出してる。さあ安定しない。右出してた。オッケー。ちょっとスライスかかってるけど。ちょっと普通にじゃあ打ってみようか。サーブ。結構打ちやすいと思う。これ。下に次は打たないです。トスが本当にねめっちゃトス左になってる。トス結構トス問題かもしれない。剣心。案外ここで上げないようにしよう。この手じゃなくてここで上げるっていうか。こうかかったんでしょ一回も。こうほら。こう。剣心がさこうやっちゃってるの。こう。ここの指でやってるから。この腕でさ、ポッて。ほら、まあ入ったけど左、めっちゃトス左になってる。で、なんかね、こうプロネーションを意識しすぎて今ネット行ってる、実際わかる。なんかこう、ちょっとプロネーション意識しすぎてナチュラルにかかんじゃう、なんかプロネーションって。マジでプロネーションってむずいんだけど、なんかナチュラルにプロネーションする感じ。なんか、むずいんだ。その感覚をつかんでいくっていうか。とりあえずあれでいいんじゃない。とりあえずあれやってればいいでしょ。OK。 あのね、正直サーブに関しては俺自身がその得意じゃないからあんま俺教えることできない。なんか石、あの俺フォアハンドがめっちゃ得意だから、あのディフェンスとか、まあ、まだ教えれるんだけど、サーブに関しては僕最強の方用意してます、はい、なので楽しみにしてください、はい、その最強の方に教えてもらいましょうサーブ、はい、で僕たちでできるのは自主練習です。なのでとりあえずもうこの撮影がちょっと近づいてきたということで時間が、はい、この辺でちょっと今日は終わっていきたいんですけど、これからまあ自主練して終わりたいと思います、はいはい、じゃあ最後にファンの皆様にラナゲカップ、まあ、まだまだあのシリーズ、剣士のシリーズ続いていくんで、まだまだこれで終わりではないんですけど、なんかちょっと一言ありますか。あの、はい、本当になんて、こういうの初めてだな。はい、本当に頑張るんで、マジで本当にプロタンを倒したいという気持ちは間違いなく本当にそこに 100% あるんで、そこを練習にこう思いを費やして、試合にも思いを費やして勝てるように頑張るんで、皆さん本当にあの3月10日本当に見に来てください。お願いします。ということで、僕のスポンサーのテネサン様、ギフタメン様、浜松の平和眼科クリニック様、バイタ様、そして株式会社スターティングラインコンポレーション様、いつもサポートありがとうございます。
で、僕のこの T シャツも応援グッズとして概論から販売中で、あのブースも当日ガランゲーショップ出すので、で、あの僕のスポンサー様のブースもあの出してあるので、で、ご飯食べれるスペースもあるので、あの皆さんぜひチェックよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。いやあ、ありがとう。もうマジありがとう、本当に。練習。はい。あの、本当にマジで見に来てください、みんな。マジで。はい。